西暦2064年、地球は死にかけた。世界共和国連邦と対立する諸国の衝突により、第三次世界大戦が勃発。惜しみなく投入された大量破壊兵器は、瞬く間に大地を焼き尽くし、人々に世界の終末を予感させた。事態を重く見た両陣営は、わずか2週間で停戦協定を締結。しかし、戦争が終わってもその傷跡は消えない。環境の悪化に伴い人口は大幅に減少した。生き残った人々もまた地下都市で幽閉された生活を送っている。そんな中、戦後発足した拡大国連は一気に宇宙へと目を向けた。 USTA 国際科学技術局を設立し、星の彼方に新天地を求めたのである。そして2087年、宇宙暦元年、トリダス博士によるワープドライブ実験成功により、人類の夢は現実味を帯びた。 USTA は秘密裏に宇宙開拓隊 SRF 計画を推し進め、宇宙歴10年、ついに今、その第一陣が。このムーンベースから飛び立っていく、か。まあ、演説の内容なんて、こんなもんだろうな。よいせ。さてと、そろそろ。エッチ、まあ、やっぱりここにいたのね。やれやれ、レイミからは逃げられないな。それはもう長い付き合いですから。エッチがいそうな場所くらいすぐにわかるわ。昔からレイミは僕にべったりだったからな。僕がいなくなるとすぐ泣くものだから、かくれんぼも鬼ごっこも勝負にならなかったし。子供の頃の話でしょ。いつまでもそんな話を引っ張らないで。ムキになるところがまた子供っぽいな。レイミが来たってことは出航式も終わったってことか。じゃあ発進準備まで少し時間があるな。バトルシミュレーターで体をほぐしておくよ。うん、ちょっとエッチ、出航式わざとサボったのね。ああ、せっかく本物の英雄に会えると思ったのに。ケニー司令ならともかく、島田の挨拶なんか聞いてて眠いだけだよ。島田 USTA 副長官でしょ。それに勝ち誇ったクロウの顔も見たくない。なんか腹立つんだよ。どっちが子供なんだか。それじゃ発進準備には絶対遅れないでね。1番から4番までの各機、補助エンジンの出力調整に入ります。この無能めが私の顔を潰す気か。申し訳ありません。返す言葉もございません。何とぞお許しを。ムーンベース司令官スティーブ・ D ・ケニー、ただいま地球より戻りました。かの英雄、高速のスティーブにしては随分のんびりとした帰還ではないかね。司令官たる者が始皇式を欠席するとは
このプロジェクトも幸先が悪いようだな。それは申し訳ありません、島田副長官。わざわざこの時期にさまつな雑事をお与えになる理解と愛情に満ち溢れた上司に恵まれましてな。ふん、まあいい、あとは君に任せよ。私は疲れているのだ。何せ君の代わりに出航式を仕切ったのだからな。来賓の方々にも喜んでもらえたようで、宇宙開拓の素晴らしい幕開けとなったよ。出航式には政府関係者も多数出席しますからね。司令がいらしては注目を持っていかれる。大方そういったところでしょう。どうでもよいことだよ。形式など関係ない。私たちはここで彼らの旅立ちを祝おうじゃないか。そう、彼らのな。なんだ？うわっ！大成功！いや、はじめましてだね、少年。いや、名前は知ってるけど、なんとなく気分で。てなわけで、USTA 本部からこんにちは！あたしはウェルチちゃん。ご覧の通り、ちょっぴしシャイな女の子さ。君たちを地球からサポートするからね。なわけで、よろしく。ウィー。はあ、どうしたエッジ、何をポカーンとしてるんだい。あ、呼び捨てでいい。いいよね、決めた。ああ、いや、なんだよ、煮え切らないな。目つぶししちゃうぞ。届かないけど。えいえい。ああ、ちょっと各機には本部からサポートがつくとは聞いていたけど、まさか僕たちの担当が。へへ、こんな美人なお姉さんでびっくりしたか。まあ改めてよろしく。地獄の底までついてくぜ。いや、旅立ち前にそんな不吉なことを言われても。大丈夫大丈夫。最初の目的地の惑星エイオスだっけ。危険な大型生物は確認されてないって事前に飛んでった無人探査艇の調べで分かってるし、だからば、当たって砕けろ。本当にサポートする気があるんですか。ああ、敬語とか使わなくていいよ。長い付き合いになるし、気楽に行っちゃおう。あ、君に通信だ。てなわけでラブトークは中断。じゃ、また後でよろしく。よ、エッジ。おい、エッジ、急に通信切るなんてひどいぞ。この回線はカルナス船長席ではございません。それとも平隊員に何かご用ですか。 SRF スペースシップ1号機アキュラ、クロー F アルメディオ船長。従順な隊員の振りなんて似合わないぞ、エッジ。それよりお前、出航式サボっただろ。いいだろう、クローには関係ないし。レイミが怒っていたぞ。お前は時々本当に困ったちゃんだよな。ほっとけ。あんまりレイミを困らせるなよ。君たち二人が喧嘩するとお兄さんは悲しい。
別に喧嘩なんかしてない。あとその泣き真似はやめろ、妙にムカつくから。はいはい。なあエッジ、俺が船長になったことそんなに気に入らないのか？そんなことないさ。クロウが船長に選ばれたのは当然のことだと思う。ただまたお前との差が開いたからさ。まったく、スクールやアカデミーの頃からお前は全然変わらないな。お前が思うほど俺たちに差なんかないぜ。だからそう急ぐなよ。もう切るぞ。待てって。お前も分かってるだろ、俺たち SRF の役割がどれほど重大か。船長だろうとなかろうと責任の重さに変わりはない。俺もお前と同じだ。これでも結構緊張してるんだぜ。クロウが緊張か。明日は流星雨でも降りそうだ。茶化すなよ。まあなんだ、つまりあれだ、お互い頑張ろうぜ。ああそうだな。よし、言いたかったのはそれだけだ。そろそろ時間だな。ボンボヤージ。何がボンボヤージだ、行き先は一緒じゃないか。けどまあいつまでも腐ってるわけにはいかないよな。それじゃ一丁頑張るとしますか。についてるな。 SRF スペースシップ3号機カルナス、これより発進準備に入る。了解。間もなくですね。ああ、間もなくな。人類の未来を託された子供たち、そう、フォーチュンベイビーの旅立ちだ。1号機アキラ、発進準備完了。続いて2号機バレーナです。訓練は十分に積んだはずだ。落ち着いて今まで通りにやれば問題ない。今こそ新たな一歩を踏み出した時だ。人類の命運を担って未知の宇宙に飛び出す勇敢なる開拓者たち、君たちの航海の無事を祈る。アキラの発進確認。2号機バレーナ、発進シーケンスに異常なし。2号機バレーナ、発進確認。 SRF スペースシップ3号機カルナス、発進。了解、カルナス発進します。
ワープアウトまで120秒。重力バランスおよび機体ともに異常ありません。総員ワープアウトに備えよう。いよいよ栄養星到着か。最初の一歩を踏みしめるのは絶対僕だ。エッチってば本当に子供みたい。初めの一歩は男にとっての勲章なんだ。エッチ、ワープアウト後の機体制御には気をつけてね。ナチュラルにスルーするなよ。重力場レーダーに反応あり。隕石と思われる物体が当船団の予定進路を通過します。ですが距離からして重力波の干渉は確認できません。隕石？未確認物体通過したようです。重力場にわずかな振幅が発生しています。重力場に影響するほどの隕石っておかしくない？ああ。カルナス、ワープアウトに入ります。ワープアウトまであと10秒。9 8 7 6。なんだ、どうなっている？状況を報告しろ。ワームホール内の空間に揺らぎが発生、異常な重力波が広がってきます。その影響で亜空間航行トレーサー2号さん。ダメです、回避できません。任船長、重力波がワームホール内に干渉してきます。それにより予定アウトポイントが消失。このままでは航行座標を見失います。他の4隻はどうなった？わかりません、亜空間内では確認できません。新たな座標軸を設定せよ。これより本船は緊急ワープアウトを実行する。レイミ、3番と5番、9番はこっちでやる。残りは任せた。座標軸設定完了。ワープアウト準備完了。エッチ、こっちも完了だ。船長、緊急ワープアウト、総員衝撃に備えろ。不時着したのか。ここはどこだ？
レイミ、レイミ、しっかりしろ、レイミ。エッジ。みな無事で何よりだ。深刻な負傷者が出なかったことは不幸中の幸いだろう。早速だが今後の方針を通達する。船体の損傷が激しく、カルナスの状況は極めて深刻です。ですがデータを照合した結果、ここが惑星エイオスであることは間違いないと判明しました。俺たちの目的地だ。先を続けてくれ。不時着したのは我々だけではありません。共にワープ以上に遭遇したと思われる残りの船も確認しました。これがカルナス、バレーナとダンデリオン、そしてエレーミアです。まずはバレーナとダンデリオンのクルーと合流。その上で体制を立て直し、地球の USTA 本部からの指示を仰ぐ。何か質問は？船長、アキュラはどうなっているんでしょうか？アキュラも我々同様に緊急ワープアウトを行ったようですが、現在のところその消息は不明です。アキュラについては以上だ。気にはなるが、今の我々ではどうしようもない。できることをやるしかないのだ。修理班は亜空間通信機能の回復を急務としてほしい。連絡手段が復活しないことにはどうにもならない。可能な限り修理を急がせてくれ。了解。マーベリック君。はい。君にはカルナス周辺の安全確認と調査に当たってもらう。了解。